アリ TV 株式会社は宮城県仙台市から地元の情報を発信するインターネットテレビである。地上波テレビ局で番組制作を行っていたディレクターやアナウンサーたちが中心となり運営、仙台を中心にオリジナル番組を制作し世界中に配信している。仙台市内のラーメンを紹介する仙台ラーメン三重市をはじめ、 ミュージカンツ、ニュースンツなど33以上の番組を配信するほか、ユーストリームを活用した番組配信も積極的に行っている。映像制作やユーストリーム配信代行業務なども行っている。地上波テレビ局では取り上げないコアな情報や局地的スポット、小さなドラマに焦点を当て、エンターテインメントとして楽しもうというウェブテレビ局。ナレーター。 リポーターは、地元仙台で活動する、フリーアナウンサーやタレントが出演し、より地域に密着した番組作りになっている。また、2011年3月11日14時46分18秒に、発生した東北地方太平洋沖地震及び、東日本大震災により被災した街が、復興していく様子を映像で紹介するサイト。 東北復興カレンダーを運営している。局の名前には、小さなテレビ局だが、自分よりも大きいものを持ち上げる、ありのように大きな力を発揮したいとの思いを込めた。楽しいことなら何でも、あり。ありがとうの、ありの意味もある。2010年4月1日、仙台市の映像制作会社に在籍していた、佐藤隆之が、地上波は不景気の影響もあって、 放送枠が削減され、制作者としてやりたいことを表現できる場所が少なくなってきている未知数だが、ネットの世界で視聴者目線の番組を作れないかと考え、賛同する仲間たちと起業した。コンセプトは、みんなが主役、どんな小さなドラマも番組にするテレビ局。2010年6月1日、グルメ、ファッション、趣味、娯楽、音楽、 映画、ドキュメンタリー、バラエティなどの15チャンネル、多彩なコンテンツの下、アリ TV がスタートした。2010年8月28日、ユーストリームを使った27時間制配信番組、24時間、アリ飛ぶアリは地球を救うを配信。日本テレビ系列で放送される、24時間テレビの、その年のテーマが、ありがとう、今、あの人に伝えたいだと知った。 佐藤孝之が、ありがとうは、アリ TV の先輩特許なのに、と思い、うちでも何かやらなくてはと考えたという。メイン企画は、一般市民や様々なゲストを招いて、トークを繰り広げるもの。ゲストには在戦のミュージシャン、アイドル、落語家や、飛び入りでやってきた視聴者、高橋誠、岩田カレンなども登場した。2010年9月8日、アリ TV の人気コンテンツ。 ブチャケン魂が、ヤフーの映像トピックスで取り上げられた。これにより、アリ TV へのアクセスが集中したため、サーバーがパンクし、一時的にアクセスできなくなった。この事態はその日のうちに復旧した。2011年3月11日14時46分、宮城県沖を震源とした東北地方太平洋、沖地震が発生した。この震災を受け、これまで、 定期配信していたコンテンツを休止させ、東北の被災地に足を運び、被災地の現状を発信し続けた。その後、東北最高をスローガンに掲げ、東北の復興支援を紹介する、番組作りシフトした。2011年11月11日、東北復興カレンダーサイトをオープン。主に、自社サイト、または YouTube にアップロードして配信している。その他、 生配信も行っている。ツイッター、フェイスブック、ブログ、リンク等のページもある。ありがとうございます。